どうも、ダンクローです。今回はエアジョーダン14レトロレイニーの紹介レビューをします。ジョーダンシリーズが好きな方、バッシュが好きな方、エアジョーダン14に興味がある方、購入を考えられている方、ぜひ最後までお付き合いください。この動画はエアジョーダン14レイニーのざっくりとした紹介、サイズレビューの2点でお送りします。では早速エアジョーダン14についてざっと紹介します。エアジョーダン14はバスケの神様マイケル・ジョーダンの14作目のシグネチャーシューズです。オリジナルモデルは1998年に登場。デザイナーはティンカー・ハットフィールド。当時ジョーダンの愛車であったフェラーリ550マラネロからインスピレーションを受けたようです。アッパーにあるエンブレムやタイヤのトレッドパターンにその随所が散りばめられています。ブルズ6度目の優勝を導いたジョーダンの有名なジャンプショット、その時にジョーダンが履いていたブラックカラーの一足はラストショットとも呼ばれ人気が高い一足です。私は2014年7月に発売されたサンダー、2014年9月に発売されたチャレンジレッド、オリジナルモデルのキャンディーケーンはとりわけかっこいいモデルだと思います。2019年6月にはシュプリームとのコラボモデルが発売されたことも記憶に新しいですね。皆さんが好きなエアジョーダン14のカラーモデルは何ですか？よかったらコメント欄で教えてください。このレイニーカラーですが、実は2015年10月にローカットモデルで発売されました。愛称のレイニーというネーミングですが、ジョーダンの母校 EA レイニー高校のバスケ部のチームカラーがネイビーとイエローなので、そのカラーリングからインスパイアされたモデルなんです。そして2023年5月レイニーはミッドカットタイプでアッパーにヌバックが使用され発売されました。続いてエアジョーダン14のサイズ感、履き心地をお伝えします。前提として待ち履きでの感想です。私の足は高高幅広です。私はエアフォースワンロー、エアジョーダンワンハイ、エアジョーダン4は 26.5 センチ、エアジョーダン7、エアジョーダン9は 27.5 センチがちょうどいいサイズです。今回このエアジョーダン14レイニーは 26.5 センチを購入しました。結論、かかとがパカパカ浮くことなくちょうど良かったです。サイズ感は大きくなく小さくなくちょうどよく、横幅は狭くないです。縦の長さも長くなくちょうどいいです。ヒールズームエアとフォアフットズームエアが搭載されているので、グッと踏み込んだ時にも反発感、弾力があり、長時間歩いても疲れにくいです。このシューズはくるぶしあたりが左右非対称になっており、内側部分はかなりくるぶしと密接度が高く、くるぶしの出っ張りが大きい方は長時間履くと痛くなる可能性があります。タンと土踏まず部分に通気口があるくらいですが、通気性はこの見た目の割には悪くないと思います。フィット感はかなりいいです。シューズと足の一体感を重要視している方には最適なシューズだと思います。エアジョーダン14の購入を考えられている方、サイズ選びで迷った時は今履かれているナイキのローカットのスニーカーと同じサイズでいいです。エアジョーダン14はクッション性、履き心地はかなり良く、私はジョーダンシリーズの中ではエアジョーダン13がかなり好きなのですが、その次くらいにいいモデルなんじゃないかなと思いました。いかがだったでしょうか？エアジョーダン14に興味がある方、購入を考えられている方、この動画が少しでも参考になれば幸いです。この動画が少しでも参考になったよという方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。質問や感想あればコメントしてください。また次の動画でお会いしましょう。本日はここまで。ありがとうございました。